こんにちは。今日は自分に枷をかけてしまう人へのメッセージ、記事を読んでいきます。自分に枷をかけてしまう人、気づいていますか？時代も社会通念も変わってきたので、マイルールを再考しよう。今回のテーマである自分にかける枷とは、自分自身で自分に向けて作る環境の策のことです。真面目な人に多いこうあらねばならないという決まり事、人から見たらなぜ自分で自分に余分な仕事を増やすのかと、しかし本人は自分で作った策を登れなくて苦しむという本末転倒なことには気づかずにいます。このケースは意外に多いです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。他人のダメなところが気になる。この気になることが自分にとって枷になっている場合があります。自分の中の決まり事を破る他人を非難するのは当たり前で、自分の中の道徳や習慣、常識、マイルールがこれに当たります。しかしこの自分にとって当たり前なルールが他人から見たら厳しすぎることもあり、今の自分の環境に合っていないと自分を追い詰める結果となります。環境が動いている今だからこそ再度見直しましょう。まとめ、自分に厳しいのは美徳であったのはその時代。今は自分の環境を作る上で必要なルールが変わってきている。社会の捉え方も変わってきたので、ここで日頃から不満に思うことは今の時代に合っているのかを再考しよう。はい、こちら今日はお話ししていきます。まず、自分で作ったルールに苦しんでいることがあるということを聞いて、あ、私これかもしれないと思った人、手を挙げてください。言いますね。この自分で作ったルールっていうのは、確かに自分にとって必要だから作ったんですよね。作った時は必要だったんですね。ただ、長い時があなた自身の性格も環境も変えてるので、果たしてこのマイルールが実際に必要なのかということを今回はアップデートしましょう。例えば女性であると、若い女性がしなきゃいけないことと年配の女性がしなきゃいけないことって明らかに違うんですよね。例えば若い人って夜一人で歩いてると危ないよみたいなこともあるじゃないですか。この場合マイルールでこういうことはしちゃいけない、ああいうことはしちゃいけないっていろんなルールがあるけれど、年配になってくると夜遅くに出かけないわけだから、当時自分が決めたルールを今の若い人に押し付けてはいけないということがわかりますか？今の環境下の中で今の若い人たちが何を思い、どう自分のねマイルールを作るのかというのはあくまで本人の問題で、トラブルが起きても本人の自己責任なんですね。これを過去の自分のマイルールによって、あの人はこの人はね、我が子はね、我が娘はみたいなルールに当てはめてしまう人がいます。これは非常に分かりやすいケースですが、分かりづらいケースとしては、例えば家の中のこと、自分の生活環境が変わっているのに古い生活環境をずっと採用している。例えば高いところによく使うものを置いといて、届かないな、不便だな、使いづらいなと思うとか、昔は手を伸ばせば
届いたので、難なく気にもせず、高いところに物をあげといたけども、だんだん手も伸びなくなってきて、高いところにあると不便だなとストレスを感じているとか。こうなると、高いところは危ないから物を入れてはいけないわけですよね。空っぽの棚があるとなんか不安になるとか、もったいないとか思ってしまうのも自分に課したルールですね。だから高いところはもう階段状のね、何かないのであれば、もう何も入れないという選択肢でいいんですよね。空の棚があってもいい。納戸なんてもう今使わないわけですよ。今のマンションに納戸はないです。高い位置に収納するスペース自体ないんですね。古い家にはあります。だからもう納戸の中に何が入ってるかわからないっていう人もいると思うので、納戸は空にしておくとか。まあこれはね、あまり自分を傷つけるような、苦しめるようなルールではないんですが、ただ、高い宝に物を置いて取ろうとして、転んで怪我して、大変なことになるっていうこともあるので、まあ、ここはちょっと気をつけてほしいです。あとはやはり、日頃の対人関係ですね。人間関係変わってきてます。年を取ると、前当たり前にできたことができなくなる。にもかかわらず、やはり同じようなルールを、採用して、あの人は行動が遅いとか、あの人はルーズだとか、やはり批判をしたくなる。例えば前は8時に集合が当たり前にできたのに、やはり混んでる電車に乗ったりとかね、移動が大変だということで、8時に集合しても8時からみんな遅れてくるとするならば、10時集合、11時集合。またはもうお昼直前に集合にして、もう夕方前には帰るというね、遊ぶ時間を減らすということも必要です。自分が採用しているルールを見直すことによって、いろんな心の不快感が減るというのが今回のテーマです。自分の中に湧き上がる不満をどんどん減らしていって、心穏やかに暮らしていくというのが究極の目的になっています。心穏やかにほぼほぼ毎日暮らしてますっていう人、手を挙げてください。あ、でも 2,3 人見える2,3 人だけなかなか穏やかに毎日暮らせませんよね。あるのも、穏やかに暮らせる日と暮らせない日があるという状況です。まあ、当たり前なんですが、でも、全体的に穏やかに暮らせますよという感覚で生きていきたいと思っています。なので、皆さんも、こう感情が上がったり下がったりというね、ことをどんどんなくしていくために、今回の自分に課してる枷、まあルールですね、マイルールをもう一度考え直しましょうということをテーマにしました。で、これね、なかなか自分のマイルールってわからないんですよ。何もないところにマイルールで自分を苦しめてるものないですかって言われて、ああ私はこれが原因でしたなんて出てくる人はほぼいないと思います。だ、今回のテーマは、日々の中でマイルールが自分を苦しめてないかなというテーマとして意識してもらって、なんか嫌だなと思った時、あ、そういえばこのマイルールが原因かもしれないということを考えてください。例えば春菜は一時洗剤にこだわったことがあります。界面活性剤いけないとか、何はいけないとか、こういうことじゃいけないとかね、みかんの皮とかで汚れを落とすとか天然のものじゃないと使っちゃいけないっていうのに相当こだわりました。海や川を汚さないため、水を汚さないためというのが目的でしたが、塩素系のハイターとかもいけないと思ってたんですよね。だけどハイターってなんか5分、まあ、30分もすると飛んでしまって、
あまり環境に影響が出ないようなことをどっかに書いてありましたね。まあ、こう考えるならば、除菌という点でハイター使うのは、その界面活性剤で 57% も入っているような洗剤よりよっぽどいいわけですよね。まあ、こういったものをシュッシュッと振りかけて、チャチャチャっとこう排水口を掃除するんだったら苦でもないんです。それがヌルヌルが落ちなかったりドロドロだったり、こういったものを掃除することが苦痛で、いつも自分で嫌だなっていうくくりの一つになったんですね。まあ、最近はもうしょっちゅうも毎日のようにさっさっさっと掃除をして、いつも綺麗な状態なので、私なんであんなに昔は苦労したんだろうと思っています。まあ、なるべくね、界面活性剤が使ってないもの、低いもの 13% とか 17%、 あとは違う pH 調整剤や何かの水を汚さないというものをね、洗剤を工夫して使っています。こういったやっぱり自然界を守ろうとか自分の体を守ろうとした時に、いろんな枷が出てきますよね。こことどう付き合うのかということがマイルールの難しいところになってくるかなと思っています。ただ全体的なマイルール、若い時に決めた決まり事や、少し前まで体が元気だった時に当たり前にできたことが今できなくなってきている、みんなできなくなっている、友達もできなくなっているっていうのをもう一度考え直して、また社会全体の考え方変わってますよね。社会で習った一つ衝撃的な話があるんですが、江戸時代とか明治時代とかに馬車がダーッと勢いよく走ってきて、おじいさんがそれにびっくりしてよろめきました。でよろめいて壺屋さんの壺を割ってしまいました。この割った壺、誰が原因で割ったのかという話を聞いたときに、今の人は多分馬車って言いますよね。勢いよく馬車がおじいさんに突っ込んできたのがいけないだろうって私たちは判断するんですが、明治時代、ね、江戸時代の人は直前の出来事が悪いことだったと、おじいさんが壺を割ったからおじいさんが悪いと判断するそうです。でこれは考え方が進化した、より原因は何かというのを思考できるような民族になったからこそ、馬車が悪いということが理解できるだけであって、人によっては直前が悪いという理解しかできない人ももちろんいらっしゃいます。ここに主張の違いが食い違ってしまうんですね。こういったように社会の思考も変化しています。多分今で言うと馬車がダーッと走ってきたのが悪いのではなく、馬車が早く走らなきゃいけないことを設定した人間がその壺を割ったおじいさんに対して謝罪をすべきだという形に今の社会はなってるんじゃないかと思いますね。企業責任ということが、ね、言われるように、もっと先のそもそも設定した人が悪いという大元が悪いという、ね、思考になりつつあるので、社会全体の考え方が変わっているので、もしかすると遠いところであなたが悪いって言われることもありますよね。まあだから考え方をちょっとアップデートしましょう。この自分のこだわり、ね、自分が決めたルールは果たして今の社会の中で合ってるのか、正しいというのではなく、その環境にプラスに働くのかマイナスに働くのか、自分の環境をやっぱり害する思考っていうのは排除していかなければならないですよね。自分が行動しようとすることを止める思考ということですよね。行動って言っても毎日生活するという意味であって、悪いことをするのにを応援しちゃダメですよ。ね、自分が悪事に手を染めてることさえも気づかないというね、困った社会になりつつもあるので、まあ、ここは区別をつけてください。まず自分が日々働いて
日常生活を送るにあたってこの行動を止める、止めてしまって心が落ち込んでしまう、傷ついてしまうということ、これをやめていきましょう、減らしていきましょうというのがね、前回もメンタル強めの人の思考でお話ししました。今回も自分自身で逆にね、自分を傷つけてしまうことがありますよ、それを見直しましょうというお話です。今回はここまで。またね。